どうも、エレラリキョウです。はい、こんにちは、岡です。よろしくお願いしま す。さあ、岡田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、ロラティック・ザ・スキダのこちら、はい、好きなキャラクターランキングです。うん、はい、こちらの方見ていきましょう。ぶっ飛びキャラばっかですからね。で、僕の3位は、黒川ですね。黒川春明。黒川ですね。うん、はい、まあなんかね、うん、最初はしっかりした人なのかなって思ったらすぐに変なやつになりましたね。そうですね、うん、まあボケの、なんていうんですかね、こうやり方が一番ちょうどいいかなっていう。他の医師たちはちょっとね、やっぱもう行き過ぎちゃってるところがあるんで、まあね、黒川ぐらいがちょうどいいかなっていう感じですね。うん、まあね、うん、現代じゃ使えないようなね、下ネタばっかやってますけどね。うん、そうなんですよね。黒川は本当にただボケたいだけっていうか、なんとも言えない。なんだろうね、まあ、女好きっていうのは一応乗っかってんの、うん、一応口説いちゃうみたいな、すぐ人のことを。大ボケではないんですよね、黒川はね。うん、なかなか難しいところがあります。まあ、シリアスなしで入ってくるタイプの人ですよね、一個挟むというか、黒川を。うん、そうですね、だからまあ、うん、こんだけボケのキャラを増やしとけば、いろんなところで話できるってことですよね。ボケが例えばお母さんだけだったら、ね、お母さんが出てくるところにしなきゃいけないから、うん、話の幅が狭まってしまうってことでしょうね。うん、まあね。僕の2位は、天子圭一ですね。まあ名前は知らなかったですけど、お父さんですね。はい、守谷の。まあ彼は穏やかで、本当まあ、うん、この漫画の中ではだいぶ常識人なんじゃないかな。まあ、出てこないですからね。まあ、その昔は男前でね。うん、でも天子家はなんかいい暮らししてそうですけど。うん、夢美ちゃんのお父さんの方が上司なわけでしょ。まあそうですね。だからだいぶ夢美ちゃんもお嬢さんな感じするんですけどね、あの感じだと。まあ海外出張に行ってんだよね、しかもね。うん、フランスにね。うん、最初なんかちょっと出てきたけど、普通の、うん、なんならちょい貧乏ぐらいに見える感じの家庭でしたけどね。でもまあ不思議ですね。まあでも天子圭一さんね、お父さん。うん、まあ、私は天子ゆり子さんです、お母さん ね。まあ、まあ、おぼけですね、うん、この漫画の。一番まあボケてますし、一番、ね、一番なんかこう、無茶なこともやってますし。まあ、切れちゃってますからね。まあ、気が狂ってますよね、本当に。でも、その岡田美先生は多分、こういうの好きなんでしょうね。まあね、こういう。だから、お父さんは心配性のお母さんバージョンみたいなことなんかね。お父さんは心配性ってそういう感じっぽいもんね。その娘をその彼氏みたいなやつから守るみたいな感じなんでね、まあ、ね、きっとちょろっとだけ知ってる情報としては。うん、うん、まあ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 、うん、怖いですね。僕の1位は相崎ルイ、ルイ君ですね。僕もそうですね。うん、まあ、一番頑張ってましたね、相崎君が。まあね、うん、最初ただの雑魚役かと思ったらね、うんうん、ずっと出てきましたしね。うん、まあ、ちょっと作者に愛されてるところはありますよね。まあ、最終的に一番なんかこう人間っぽくなったというかね、うんうん、優しいし、引くところは引くっていうね、うん、引かなそうなんだけどね、ルイ君みたいなキャラクターは。そうなんですよね、うん、そこしっかりやってるんで。そうね、まあなんか本当にこの岡田敏先生と前の作品も、前の作品というか俺が見たやつもそうだけど、なんか描いていくうちにどんどんなんか感情移入していくタイプのっぽいよね。まあ、うん、まあ、漫画ではよくありますよね、なんか、うん、最初そんな役じゃなかったけど、きっとこいつのことどんどん好きになってったんだろうな、みたいな。それのなんか、うん、他の漫画とかだったらなんとなくわかるやつなんだけど、うん、岡田アーミン先生って、その岡田アーミン先生が好きってなるよりも、なんかこう、なんていうのかな、うん、キャラがなんか勝手に一人歩きしてってる感じするんですよね。そこになんか、まあね、その一人歩きしてったところを好きになっちゃってるみたいな、なんか好きだから一人歩きさせてるって感じじゃなさそうなんですよね、なんかね。まあなんか少女漫画の先生それよく言いますよね、うん、この子が思い通りに動いてくれないとか、うん、なんか自分で書いてんのに、まさかこの子がこんな成長するとはみたいなね。まあその一人でしょうね、この人ね、うん、ルイ君ね。まあよかったですね。まあもう終わり。まあもうないです。まあ、これはもうキャラクターランキングもないですよね。守屋くんが1位なのかな、やっぱ。守屋くんは謎ですよね、本当に。あんま見たことないタイプの、そう、ね、感情がないっていうね、あんまり、うん、いいですけどね、守屋くんも。うん、まあこんなもんですか。まあね、まあ夢見も出てきてないですけど、まあ、確かにね、まあ、あとはミスター X ぐらいですかね、うん、何金さんと何金さんか、うん、
ナリガネさんのこともなんか相当気に入っちゃったっぽいよね、なんか、うんうん、まあ後半というか番外編でね、で結構序盤から出てきますよね、うん、序盤2話ぐらいから出てきてるけど、うん、まあでも確かに、あでもまあそうか、ナリガネさんきっかけで逃げたりしてたってことか、まあ、ナリガネさんの話変わっちゃってるもんね、最後、ね、まあ、最後、まあこれ全3巻ね、うん、の最終回終わった後の番外編みたいなのはもうナリガネさんだらけでしたからね、うんうん、謎ですよ、ね、やっぱいい思いさせなきゃって思ったのかね、ナリガネさんとね、ルイ君がちょっとくっつきそうな雰囲気ありましたけど、いやちょっとそれは見たくないなあまり見たくない、少女漫画でよくある、うん、まあ、ヒロインはね、うん、メイとくっついてライバル同士もくっついちゃうみたいな、おいしんぼでの、うん、ね、金城さんとあのにに何でしたっけ、あの、いや誰も知らないです、に鈴木さんに何さんでしたっけ、に金城さんは金城さんと栗田さんのことを好きな人、そう、それで、うん、二階さんじゃなくてもういいよ何でしたっけそれは2じゃないんじゃない、もしかしたら2は2なの、2だったような気がするな、始めましょう、二代さんみたいな、何だっけ、おいしん坊にって入れたら出てくる、ニンニクスープが出てくるけど、金城って入れたら出てくる、金城さんと二木真理子、二木真理子二木真理子みたいな関係ですね、うん、時間かかったな、だいぶ、はい、はい、というわけで、はい、好きなキャラクターランキングでした、はい、はい、さあそれでは今日の一人ご覧ください、どうぞ、イノセントは、いいね、ミスチルはね、ミスチルだな、なかなかな、やっぱあれ、これ次誰、あ、違う、俺のやつ、俺のやつ、お前、よし、うん、ドリーム、ドリーム、夢見てパッション、ドリーム、ドリーム、弾んでパピヨン、いや、夢見の歌、どうも、ありがとうございました。